どうも、ハイチーです。今回は親とか先生、まあ、学校とか塾の先生に志望校を下げろって言われた時に下げるべきですかっていう相談に答えていきますので、よかったら最後までお付き合いください。では早速ね、話していこうと思うんですが、この相談はですね、学生のみんなもそうなんですけど、保護者の方からもね、すごいあるんです、この相談。で、今回は、学生の方に相談もらった方で、答えていくので、ちょっと保護者のこと申し訳ないんですが、そっちの手でよろしくお願いします。で、まあ、ざっくり状況を話すと、大体、多いのは合格判定が現状況で 50% ぐらいの子。40-50% の状態で、まあ 50% と半分じゃん。厳しいっていうか不安になる気持ちもあるんだけど、そこにどうしても行きたいと。だから頑張って伸ばすんで受けたいと、そこを志望校にしたい。でも親とか先生、特に保護者の方が多いですけど、うちは絶対私立無理だから、あの公立でもっと下げてちゃんと行けるとこにしてって、そんな危ない橋渡んないでみたいなのを言われてしまって、どうすればいいですかっていう状況が多いんですね。で、結論から言えば自分は志望校は下げないです。この時期、今12月26日に取ってるんですけど、俺は下げないですね。で、これは理由があって、例えば、ここを志望校にした場合、まあ頑張りますよね、目指して。頑張った時に、まあ届いてここなんですよ。まあちょっと上行くこともあるけどね。まあ届いてここ、届かなくてここ、みたいな状況になる。ここを目指してるから当然。でも、志望校を下げてしまうと、ここに下げた時に、届いてここ、届かなくてここ、みたいな状況になってしまうんですね。このここを目指してるのに、すんげえ上に行くって受験なかなかないんですよ。だって志望校変えるから、そしたらね。そう、ない。だから、自分はできれば上のとこを目指していてほしいの。上のとこを目指していて、では届かなかったと残念ながら、ね、ここに届かなかった。でも、届かなくてここにいたら、この範囲の高校は選べるんだよね。まあ、大学でもそうですけど。でも、下で設定してしまったら、選べるところの範囲狭くなっちゃうからさ。もし明日出願とか言われて 50% の状況だったら、まあ、それは相談する。ひとまず三者面談開いてすぐに。普段やらない三者面談を開いてね、緊急で話し合うと思う。危ない橋ですけどどうしますかって、それでも自分は受けさせたいんですけど、でも親御さんのね、保護者の方の意見があると思うんで、みたいな相談になるとは思うんだけど、まだ1月になってないからね、明日出願ってわけではないから、上を目指してやってほしい、と思います。で、もう一個、それとセットでよく来るのが、じゃあどうしたらいいですかって、その先生とか親を説得したいんですけど、みたいな話もあるんですけど、これはですね、まあ、わかんないよ。相手がさ、人じゃん。先生も、親も人だからさ、絶対有効な手段ってのはないと思うけど、でも割と伝わりやすいのは、行動と発言でちゃんと伝えるっていうことだと思うの、俺は。まず発言から。で、それはもうみんながどれだけそこを行きたいのかっていう気持ちを伝えるのが一番じゃないかなと思います。だから結局、人の心を動かすのは人の言動だから、主にね。だからまず言動の言だよね。これだけの思いを持ってる。だから応援してほしいってことをちゃんと伝えれるかどうか。あと、だから部屋に戻ってぐちぐち言うとかじゃなくて、面と向かって。いい。大変だよ、きっと。いろいろ言われるよ。それでも何を言われても、でも頑張りたいんだって。ここを受けたいんだって。いうのを伝えれるかどうかがまず一個。で、それプラス、行動で見せる。これだけ頑張ってるっていうのを。それは伝えるんで、こんだけ頑張ってんだからって伝えるよりも、もう行動で見せる方がいい。例えばそれを発言したのにゴロゴロねソファーに座って携帯いじってるとかなったらそれは伝わんないじゃん。そうだからやっぱり説得するには言動だと思ってる。が一番かな。それでもぐちぐち言われると思うけど、そう、受験するのもその進学先で学校に通うのもみんな自身なんだよね。親じゃないし先生じゃないからさ、それは。そうだからやっぱり自分のためにやっぱ踏ん張るとこは踏ん張んなきゃいけないし、頑張るとこは頑張んなきゃいけないと思うんだよね。そう。だからまあ説得されてできるとは思わないけど、ひとまずやることはやったら、ごめんね、やることはやったらいいと思います。はい、という感じでね、駆け足でちょっと話してきましたが、まあまとめると、ひとまずは志望校を簡単に下げなくていいっていうのが自分のやり方です。もちろん、志望校を上に設定すればするほど不安がつきまといます。戦わなきゃいけない自分と。でもその戦った経験が絶対後で糧になる。だからしっかり自分と向き合ってそこの不安と戦ってで受験勉強を乗り切ってほしいなっていうのが希望ですね。で説得するんであればまずはちゃんと思いを伝える、そして行動で見せるっていうところが大事になると思いますので、ぜひね参考にしていただけたらと思います。
最後までご視聴いただきありがとうございました。今表示されている関連動画や再生リストの方から他の勉強動画とか、テーマを決めて喋った動画に飛ぶことができますので、よかったらそちらも見てみてください。またチャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。